京都府内各地に大きな被害をもたらした台風18号災害。綾部市木佐市町では由良川右岸が決壊、甚大な被害が発生しましたが、ここで20回目の木佐市丸山古墳祭りが開催されました。決壊してこの木佐市の集落にざっと水が入っていったということになりました。一方でここの農地がかなり荒れておりますので、ここをどう復旧していったっていうことが、この地区定の問題とはまた別に地域にとっては最大の関心になっているということです。木佐市丸山古墳はおよそ1500年前、古墳時代中期に作られた京都府最大級の円墳です。舞鶴若狭自動車道建設の時に発見されました。古墳はその規模から、由良川流域を治めた王の墓と推定されています。その頂上からは、18号災害で被災した木佐市町を見下ろすことができます。地元の皆さんが中心となり、木佐市丸山古墳祭りが毎年開催されています。祭りでは、野外ステージでの演芸、演奏のほか、地元農産物の販売や各種模擬店などが出展されました。まあ、甚大な被害が出たんですけども、まあ、それをね、払拭するようなつもりで祭りが盛り上がったらいいかなというように思いますけど。復興してきた今の状況ですので、にぎわって、たくさんの方に楽しんでいただけたらと思います。はい、石原チロリン村から野菜を持ってきてます。新鮮野菜とチロリン弁当って栗入りのお弁当を持ってきているんですが。20回目のお祭りなんですが、どのような思いで迎えられましたか？うちらの方もみんな水がついたとこがあるんです。でこの地域今日は全部ついた人もみんな頑張ってね、それに負けんように頑張ろう言ってね、絆を高めて年配ばっかりでこう来てるんです。このチームは綾部市の文化的シンボルである木佐市丸山古墳。古墳祭りは同時に復興を目指す地域のシンボルでもあるのです。